第二コリントの手紙の一章の一節から二節の学びでございます。第二ですね。ということは第一の手紙の後であります。で、コリントには三通の手紙が書かれたと言われているんですね。で、第一と第二の間に、まあ、もう一通あるのではないか、涙を流して書いた手紙と、まあ、後で触れますが、ということは手紙を3通も書いたということは、パウロはコリントの教会に対してどれほど、まあ、心配していたのか、心そそ添いでいたのかということが分かりますよね。で、もう一つはこの、教会の問題がやっぱりなかなか解決を していないということの表れであります。で、これはもう第一と第二を比較すると、やっぱりそのことが見えてくるわけですね。で、教会の、まあ、悪い体質っていうのは非常に根深いのであります。なぜかというと、悪い体質というのは悪い体質と思っていない、意外と居心地がいいのであります。だから変えようとしない。で、その時にやっぱりどこの教会もこういう、まあ、悪い体質っていうのを持ってるんですね。持ってない教会ってないわけです。あるところでやっぱりこう教会の成長を妨げる、また信仰的ではないという部分をやっぱ持ち合わせているわけでありまして、でもなんで変わらないのかというと、まあ今申し上げたように人間的には居心地がいいのでありますね。ある牧師が、赴任した早々にあることを変えていきましょうって言われた。でも全然変わらない。その牧師はもう口では言わないで、まあ、自分のそういう生き方で示そうということで10年間かかって、まあ、気づいた人は気づいた。そして教会のその悪しき体質がですね、まあ、教会全体としてはだいぶこう良くなった。でもまあそうじゃない人もいるっていうことですね。で、何なのかというと、まあ、簡単に言いますと、教会の礼拝の前の姿勢なんです。つまり遅刻してくるとか、またなんかバタバタやってるとか、またなんかもうねおしゃべりしてるというんじゃなくて、やっぱり静まって主を待ち望むというその習慣がやっぱりその教会にはもう、まあ、ほとんど見受けられなかったということですね。で、そのことに非常に憂いて、その牧師はそのことを皆さんにお伝えしたんだけど、もう全然、まあ、変わらない。で、その先生自身がそのことを黙って、まあ、牧師として大切にしていったときに、気づく人が気づいていって、10年かかって、まあ、その体質が、まあ、少しというかね、まあ、改善してそうする方が増えてきたんですっていうことを明かしなさったんですね。で、それはその教会の例なんでありますが、やっぱりそういう悪しき体質というのは人間的に居心地がいい面があるわけですね。で、そういうことで、まあ、このコリントの教会も、まあ、変わらない面があったということになるわけでございます。で、パウロはそういう時に単に叱りつけるということではなくて、旧約聖書からまたキリストが言われたことから解き起こしていったわけでありますね。で、そして、パウロはこのコリントの信徒のある人たちにこの厳しく叱責をしたことが分かります。これが2章のこの4節、2章の4節の言葉を見ますと、私は大きな困難と心の憂いの中から多くの涙を持ってあなた方に書き送ったのは、と書いてますね。いわゆる涙の手紙です。彼自身が非常に憂いて
涙を流してこう書いた手紙があった。そしてそれはあなた方を悲しませるためではなく、あなた方に対して溢れるばかりに抱いている私の愛を知ってもらうためであった。ここにあなた方を悲しませるためっていう言葉がありますよね。つまり悲しませたのであります。まあある意味ではパウロ先生の厳しい叱責を受けて、辛くなったということになるわけですよね。で、その後どうなったのかということをパウロは非常にですね、あるいは気にしたわけです。心配したのでありますね。そしてテモテから報告を聞いた。で、その報告というのは、ある人は悔い改めた。よかったな。ね、ただ悲しんで、パウロ先生に叱られた。もちろんね、パウロ先生はそんな人間的に叱ったわけじゃないんですけども、ある意味は叱られたわけでしょ。でもそれで終わったんじゃなくて悔い改めた。ところが、悔い改めない人もいた。で、悔い改めない人っていうのは何かっていうと、当然、パウロ批判が起こってくるわけです。で、この厳しいパウロ批判っていうのが、このコリント、大のコリントには、次々と出てくるんですね。例えば3章の1節、私たちはまたもや自己推薦をしているんだろうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた、あるいはあなた方からの推薦状が必要なのだろうかって言ってますよね。パウロ先生、推薦状持ってないじゃないかっていう話です。あとはパウロ先生、本当にキリストの使徒としてふさわしいのか、ね、どこにそのパウロの、いや、この使徒の権威、権限があるのか。あとは現実問題も、例えば、第2の10章、ちょっと先になりますが、第2コリント10章、287ページですが、これ非常に具体的ですよね。さて、あなた方の間にいて、10章ですね、1節、さてあなた方の間にいて面と向かってはおとなしいが、離れている時が強くなる。このパウロがキリストの優しさ、寛大さを持ってあなた方に勧める。この改革ですよね。実際会ってみたらおとなしいけど、離れてみたらちょっと気が強くなってね、厳しいこと言ってるという、こういう批判がある、そういうことです。つまり私たちはこのコリントの教会の人たちのことを、なんてこのコリントの教会の人たちっていうのはね、大人げないというか情けないというか、パウロ先生はこうやって涙流して愛を持ってね、警告しているんだから素直に聞きゃいいのに、なんで居直ってパウロ先生批判をするのかっていうことですよね。じゃあ私はしないのかと言われたらどうしますか。信仰的にある方から厳しく叱責されたら、あ、本当にそうだ、私は間違ってた、足らなかったって言って悔い改めて、あ、よかったって思うか。あなたはどう思いますかっていうことですよね。後者の人のように、なーに、パウロ先生、なんでこんな私ばっかり厳しくとかね、私だって私なりにやってんのに、何っていう。そしてねえねえ、どう思う、パウロ先生ちょっと厳しすぎるよねっていうことにならんだろうかということなんですね。そして、そう、なんていうか具体的にですね、いや、パウロ先生ね、離れていたら厳しいけどとかね、そういういろんなパウロ先生の批判がわっと出てきた。そしてそれにこう一緒にこうやってるということですね。そもそもコリントの教会は人につくという体質が背景にあったことがわかりますよね。ケパニ、アポロニ、どうもイエス様にしっかりつくというよりも人間の教師に何かこうついて、それも自分の利益があるからつくわけです。で、もう一つはですね、
ちょっとこの困った巡回教師がいたんですね。これは第二コリントのちょっと17節を見ていただきますと、280ページ。しかし私たちは多くの人のように神の言葉を売り物にせず、真心を込めて神に使わされたものとして神の前でキリストにあって語るのである。多くの人のように神の言葉を売り物にせず、売り物です、神の言葉を売り物、商売にしていると言ってるわけです。じゃあ商売って時に金集めてしてるのかっていうと、まあそれもあるかもしれませんが、いわゆる 人気取りなんですね。人気取り、人気取りの先生が来た時にわーっとついてくる。この時代多くの巡回教師がいた。パウロ先生も定住の牧師ではなくて巡回教師の一人ですよね。ですから自分にとって都合の良いことを言ってくれる牧師を味方にしたいわけです。これなんですね。でこの時にパウロは自分が神様から召されたこの使徒、教師、伝道者であるということを言わなければいけなくなったわけです。本物って何、まあどういう人なの、そして偽物ってどういう人なのということをパウロはきちっと言わなきゃいけないようになったんですね。その時に私たちはこの何でもそうですよね、上に立つ者の責任って出てきます。特に教会では上に立つ者の責任というのはやっぱり神から厳しく問われるべきでございます。特にまあ牧師、役員、そうですよね、まあ、牧師が一番だと思います。本当に厳しく問われるべきですよね。でどうしてかというと偽物も多い、そして偽物についていく人も多い。そして偽物ってのはなぜ存在できるかというと、取り巻き、いわゆる支持層があるからなんですよね。偽物が一人ポツンといたら何にも問題ないですね。だけど偽物がこういうこう取り巻きを作って大きな力を持つから怖いわけです。でこれは世の中のはまあ完全にそうですよね。でそれがこう教会にも入り込んでくるということは、私たちは本当に神様に仕えるということの本物と偽物をきちっとわきまえておかなければいけないということになるわけです。そうじゃないと教会が何か問題を起こした時の、とか問題がある、また大きな課題がある時に信仰的に解決するのか政治的に解決するのかって問われるわけですね。そして政治的に解決する時に今言ったような偽物、そして人間的にぐっとこういう何か一つのね勢力を作って、そしてやろうと思ったらやれるということなんです。だけどノー、違うってことですよね。これは信仰的に解決すべきなんだということは、神様に仕えるってことがどういうことなのか分かっているのか分かってないのか、単に表面だけ見てるのか。パウロ先生が第二コリントでは上辺だけっていう言葉を何回か使うんですね。上辺だけ見ている、このあたりです。そういう意味でこの第二コリントを学ぶ大きな理由は、私たちは本物の神様に仕える人っていうのがどういう人なのかっていうことが分かってくる。自分もそうですよね。いやそういう立場にはない、でもそういう立場にはなかったとしても信仰を持ってイエス様を信じてイエス様に仕えようとしてるわけですね。教会に仕えようとしてるわけですよね。いやいや私はイエス様を信じて救われてますが、キリストに仕えるつもりはありません、教会に仕えるつもりはありません、信じてますけども自分の好きなようにね、好きなように自分の思う通りに生きていきたいですって言いますでしょうかね。もしそうだとしたら、そのイエス・キリストの救いそのものももう一回確認した方がいいですよね。だって命をもって
永遠の滅びから永遠の天国へ、ね、救ってくださったそのお方になんでお従いしていきたいと思わないんですか。私は分からないですよね。心からお従いしたいと思うはずですよね。それがないということは、その永遠の滅びから永遠の救いに移されたということがどうも不確かちゃんとしてない、不確かだからなはずです。これがはっきりすれば、本当に心から救ってくださったイエス様に仕えていく、そしてキリストの教会に仕えていく、仕えていくということが起こって当然なんですね。でそれでそういうポジションのある人、ない人、上に立つ人、まあそれぞれ違っていいわけですね。だけど神に仕える、キリストに仕えるっていうことが起こってくるはずであります。ということは、本当に神に仕えているのか、このように偽物、ポーズとしてはあるけれども本当に神に仕えるっていうことをしてなくて、人間的に人気取りで人をね、なんかこう見せるためにやっているという、なんとそういう巡回教師もいたですね、この時代で。今もいるわけです。いやいや、ずっとどこの時代もこういう種類の、まあ、クリスチャンと言っていいのかどうか知りませんが、自称クリスチャンなのかどうかは知りません。でもそういう人がいることは確かであります。でその時に、そういう人たちの批判っていうよりも、なんだあの人たちっていうよりも、じゃあそもそも本当に神に仕えるっていうことがどういうことなのかっていうことをやっぱりきちっと知る必要がありますよね。でその時にパウロはここで、自分のことを神の御旨によりキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟テモテからと言っています。使徒となったと言っています。使徒となったというのは十二使徒のことです、直接的には。しかしパウロはこの時に自分とテモテを入れてますよね。パウロと兄弟テモテ、この使徒だと言っています。使徒になった。で使徒というのは使わされるという意味であります。わかりますよね。まさに使わされる、派遣される。でその時にどこから派遣されるのかというと、神から派遣される。そしてもっと言うと、神の御旨により使徒となった、神の御旨により派遣された、使わされたということであります。神の御旨、言葉を分かりやすく言うならば、神の意思、神の考えで派遣されたわけです。自分の意思、自分の考えではありません。神の意思、神の考えによって派遣された。大使っていうのもいますよね。こう大使って、あの政治の、まあ、外交の世界の中で日本国大使ですね、ところにもあります。大使っていうのは自分で勝手になってるか、絶対そうじゃないですよね。私が例えばアメリカに行って、私は日本の大使ですって言ってね、ホワイトハウスに行けるかって、な愚かな話です。ないですよね。ちゃんと日本国政府の、その、まあ、外務省の、その大使がその外国に行って日本を代表する。その時に大使は大使でいろんな価値観や考え方があると思うんでありますが、でも本国政府を代表していますよね。でその時に自分の考えはあったとしても、本国政府の指示、まさに本国政府の意思と考えによって外交をしなきゃいけませんよね。もし自分の考えであればとんでもない話ですよね。そこなんです。でこのことなんです。ということは、偽物っていうのは自分の意思、自分の考え、自分で権威を作り上げていってるわけです。神の意思と神の考えとは違っているということなんです。そして自分の意思でこうやる、そして自分のっていった時に、自分の都合のいいこと、そしてそれは共通項ありますよね。私たちっていうのはご機嫌取りをされる、いいよいいよって、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、頭をなでなでされられたらそこについていく習性がありますよね。そこできちっと自分のことを見極めるかっていうと、そんなことないと思うんです。
日本人は赤信号みんな渡れば怖くないですし、またとにかく何かいいこと言ってくれたらもうね、尻尾を振ってついてくるというような傾向が私もあると思います。ですからこの辺りなんですね。神の御旨により使徒となった、しっかりと神の御旨、神の考え方っていうことを理解していないと使徒っていうのは務まらないし見分けられないのであります。その時にもっとちゃんと言うと言葉と中身と一緒じゃなきゃいけないですよね。これは神の御心ですって言っといて自分の考えを貫く人もクリスチャンの中で結構いるわけです。まさに独善、神の名を借りて自分の考えが正しいってね、神様がなんて。その時にやはりそのことをきちっとこう見分けていかなきゃいけない。違うよ、神様はそういうことを、ね、言っていないよということになりますよね。これは分かるわけです、聖書によってきちっと。でそういう意味で私たちは神の御旨によって使徒となったっていうことがやはりどれだけ大切なことなのか、私は本当にそう思いますね。消極的な言い方なんですけども、とにかく神様のお邪魔をしないようにって祈ってます。邪魔だ、神様にとってみたらお前邪魔だよっていうような、そういう働き、そういう奉仕をしたくない。少なくともね、どれだけできるかどうかっていうのはもう全然できないんですよね。器も小さいし、できることも限られてるし、能力もない人間ですから、それはもう本当にもうがっかりするぐらいしかできないです。まあできですね。でも少なくとも神のお邪魔はしたくないということは、自分の意見、自分の考えではなく神の意思、神の考えというのは何なのかということをやっぱりきちっと求めていく。そしてそういう形でこう聖書をやっぱり理解していかなければいけないということですね。じゃあ神の御旨というのは何か、いろいろあるとは思いますが、最大の神様の御旨、つまり目的は人が救われることです。人が救われるっていうこと以外にないと言い切ってもいいくらいだと思います。なぜならば人が救われないで他どんなに素晴らしいことがあっても意味がないからです。そして使徒というのはこの神様の最大の目的、つまり人が救われるということの神様のお手伝いをさせていただくということなんですよね。これが使徒であります。だから何をするにしても人が救われるということにつながっていくことで神に使えるということなんです。そうじゃないと単なる自分のパフォーマンス、自分がやりたいから、自分が好きだから、そして自分のやってることがなんか人に認めてもらっていいですねって言ってもらいたいためにするというようにどうしてもなってしまうんですよね。逆に言うと人が救われるんだったら別に自分の努力が報いられなくたって、誰かからクレームつけられなくたって、つけられてもまた一生懸命やったのに誰も見向きもしない、いいじゃないですかってことなんです。だってその結果として人が救われるんですよ。逆はどうですか？なんかそういう形でいろいろ褒められる、自分も満足する、やったな、汗かいたな、よかったなと思う。だけど誰一人人が救われない、誰一人人が救われない。聖歌隊も何でもそうですよね。誰一人人が救われない。私もそうですよね。私の場合はある意味では説教を長い時間一生懸命したと、で先生みんなから「いや先生、まあいい説教してくれましたね」って褒められた。だけど誰一人人が救われない。これは牧師だけじゃないです。そこなんです。私たちが使徒というのは神の御旨っていうのが人が救われることに焦点を合わさって、そのためのお手伝いをしている。台所するにしても、お掃除するにしても、
そうなんですよね。ひいてはそれが人が救われるってことにつながっていくから、ある意味では喜んで感謝してできるんです。そうじゃなかったらできません、しません。ちょっと本当の奉仕じゃない。私は、まあ、進学校時代これに悩んだんですね。結局は自分のやってることっていうのは自分の満足、自分が、ね、進学生として人から評価されたいために一生懸命やってる。もちろん神を信じ神のためにっていう部分がないわけじゃないですよね。なかったら進学校なんていかんわけです。でもそういうことですよね。自分に焦点を合わさっている。神の御旨なんです。使徒というのはそうなんです。神に使わされている。あ、これは牧師先生だけでしょ。いやいや違います、みんなそうです。だってイエス様によって救われてイエス様に仕えていくもの、そして教会っていうのはそうですね。そしてその時にやっぱり神様に使わされるってことをきちっとこう考えた時に、誰でもこの恐れるのでありますよね。いや私はそんなできない、じゃあできないって言ったら、じゃあ責任放棄してもう私やりませんよっていうのか。モーセもエリアもエレミアも私はできないと言っている。そうですよね。尻込みをした。だけど神がその人たちを立てている。これなんです。あるいは尻込みしない人いないんです。いや尻込みしない奉仕っていうのはあるいは本当の奉仕じゃない。パウロもここで、2章の15節、次のページ280ページを見ていただきますと、後者にとっては死から死に至らせる香り、前者にとっては命から命に至らせる香りである。一体このような任務に誰が耐えようか、まあ、詳しいことはこの時にお話しますが、一体このような任務に誰が耐えようかとパウロも自分のことを言っています。そうなんです。ある意味ではできないです。できないのに神は使わすんですね。ということはできないのに使わすということは、神がさせる時を一点しかないんです。だからその神に使われるということを恐れおののくのが当たり前なんですね。いやいや、そんな私大それたことしてません。私もそうですよ。大それたことなんて何もしてません。いや、やるべきことすらもできてない。情けない、恥ずかしいと思っていますが、でも小さなことでも神に仕えるっていうことをしようとするときに、やっぱりここにぶつかっていくわけですね。私にはできない。でも神は召したんです。しなさい。じゃあしなさいって何をするの。神の御旨ですね。神の意思、神様のお考え、そして人が救われるっていうことであなたを使うよって言ってるわけです。ある意味光栄なことですよね。直接でも間接でも自分の存在を通して人が救われていくわけです。間接でもいいですよね。すごいことですよね。単なる自分がやりたいこと、好きなこと、ね、また、人から認めてもらうこと、自分の自己実現、つまり自分の成長というのと全然質が違うわけですね。これが使徒でございます。そしてパウロはこの使徒となったということを、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあるようにと2節を言っています。でこのところを見るときに何がわかるかというと、彼の信仰、当たり前ですが、この彼が神を信じイエス・キリストを信じているということがよくわかる。そんなの分かってますよって話ですよね。でもそのこと分かってますよってことが本当に分かっているのかということなのであります。例えば私たちがクリスチャンの方に
手紙を書くとすれば、パウロのような書き出しで手紙を書くかということなんです。それはパウロ先生だからそうでしょう。確かにそうだと思いますね。でもパウロ先生はもう最初から父なる神と主イエスキリストからって言ってね。つまり何を言いたいかっていうと、キリストなのであります。キリスト教徒は漠然と神を信じる神教ではない。キリストによって神が父となったと信じる信仰であります。つまりキリストがなかったら、仮に神を信じてたとしても救いではないということなんですよね。キリストを通して、ちょうどローマ人の手紙ではあのキリストへの結合ですよね。どれほどキリストというお方と一つになっているのか、一体となっているのか。決して私たちはイエス様というお方と握手してませんよね。ある意味では私たちにとっては霊的なことですよね。生けるキリストとの関係、そうですよね。だけどキリストとどれだけ深く一体となっているのかというのが信仰なんであります。その時に主イエスキリストというお方がこの父なる神と同列に出てます。なぜ？神だからですよね。そして同じ分量で出てくる。特にパウロ書簡を見るとそのことが鮮やかに出てくるわけです。じゃあ私たちの信仰というのは父なる神と主イエスキリストが同列できちっと理解をして、そしてキリストにしっかりつながるという形で父なる神を信じるという信仰になっているのかということなんです。なってますよね。だってそのことを信じたからクリスチャンだったわけでしょ。そのことを信じてなかったらクリスチャンになってないわけですから、なってるはずなんです。なってるはずなのに、どうも現実問題イエス様だけじゃなくて他のもので補っているという面が出てきているんではないか。いや、そんなことありません。いやいや、よく考えてみると補うっていうことはキリストを捨ててるんじゃなくて、キリストを信頼していない、まあその信頼が希薄だから二股かけるということです。つまりある保険をかけたときに、この保険大丈夫かなって言って、もう一つ保険をかけるっていうのと似てるんですね。だからイエス様オンリー、イエス様だけっていうのは心持たない。その時にあんた信じてないのって言われたら信じてる。だけど他で補っているという部分をどうも持ったような信仰になっていないだろうか。第一は一番大事な永遠の命であります。永遠の命というのはキリストの十字架と復活を信じることによって永遠の命が与えられ、そして私たちはキリストの再臨の時に死からよみがえる、栄光の体に変わるということを信じているはずです。ですがその永遠の命をいただくということに、キリストの十字架と復活プラス自分の義ということがこうくっついてないだろうか。パウロはローマ人の手紙でもガラテヤ人への手紙でもこのことを非常に鋭く言ってますよね。自分の義をつけるな。それはユダヤ人だけでしょ。いやいや、日本人もなりやすいですよね。だから自分の救いの時に自分の努力が足りなかった、ちょっとサボってたから、もっとちゃんと真面目にやろうっていう、そういう祈りになってることが結構あるんですよね。聞いてみると、もちろんそれは真実なことだから、ある意味では間違ってないです。でも違いますよね。自分の救いの確かさっていうのはキリストの十字架と復活にどれほど深くぐっと入っていくかですよね。ああ、だったらちょっとちゃんと礼拝きちっと守ろう、ちゃんと聖書を読もう、お祈りをしよう。もちろんそれは必要ですけれども、でもそのことで自分の救いの確かさを得るわけじゃないですよね。まあキリストの十字架と復活によって罪許され義とされた。もう一つは従うということですね。これはこの世の生き方であります。永遠の命をいただいた者は
キリストに従うという生き方をしていくはずなのに、キリストとこの世、つまりこの世の価値観、宗教観と、まあ、ミックスさせていく。もちろん社会的には私もそうですね、この世の価値観、宗教観を持ってます。そしてある意味ではその両方を持っている中で生活しています。でも最終的に従おうとするならば、どちらに従っていくのかということですね。いやいや、キリストとこの世、まあ上手に使い分けてね、どっちもいいんじゃないのっていう生き方になっちゃう。3番は交わりであります。これは教会のことですが、キリストと人、そして人っていう時に単なるキリスト教同窓会的な人間関係、クリスチャンという人の仲良しさ、クリスチャンが同窓会になっちゃってるんですね。何が違うかっていうと、私たちは生けるキリストとの交わりがある。礼拝、聖餐、神の言葉、祈り、生けるキリストとの交わりがあって、そして同じキリストですね、同じそのキリストにつながっている兄弟姉妹のその生命的永続的な交わりということで、同窓会じゃないですよね。皆さんよく考えてみますと、このキリストプラス何々っていう何々っていう方が非常に居心地がいいんですよ。ある意味では世の中的には何も問題ないですよね。自分の義、自分が真面目に一生懸命ねやってったらいい。この世ったっていろんないい価値観とかいい宗教観とかあるんだから、それもねちょっと加えて、あとヒューマニズム的な、とにかく仲良くやろうよってこと。決してある意味では悪くないんですけども、何が起こるかっていうと、イエス・キリストっていうお方をそこで補完する、補うってことが起こってくるわけです。で、補うってことが起こってきたら、結局はキリストが曖昧になる、なし崩しになる。新約聖書を読んでみると、キリストが前面に出てきますよね。死から蘇ったキリストが前面に出てくるわけです。キリスト教というのは死から蘇った復活した生きたキリストに打ちのめされている、もうそれに圧倒されているのがクリスチャンなんですよね。なのにその生けるキリストが圧倒されてないということなんです。現実一応なんとなくキリストがあって、他がわーっとこう結構いろんなものがあってという中で、私たちはイエス様を信じているという状態になっているのではないか。新約聖書に比較するならば、どうもキリストと疎遠状態、知的にもきちっと教理的に、例えば父なる神と主イエスキリストからとあるように、きちっと知的にも、また霊的、自分の生命的なことも、そして実際的ですね、実際的、例えば今見た2番3番ですよね、この世における生き方、そして、教会の交わり、そのように実際的にもキリストが中心となっている、キリストにしっかりつながって、そして私たちは神と、神を父と呼ぶことができ、そして救われて、そしてキリストと共に、神と共に生きているという、その実態、信仰の実態からちょっとこう遠くではないけど、ちょっとずれているっていうことが現代のキリスト教会なんじゃないかなと思わざるを得ないのであります。だからインパクトがないですね。だから力がないんです。だから世の人と変わらない。いや、自分自身がいいですか、自分自身がそうだって、あ、本当に、まあ、情けないなっていうのはいいと思いますね。私もそうです。でも教会がってことです。キリストの教会が、自分が行く教会が、自分が所属教会が、やっぱりキリストが輝いている教会であってほしいと思いますよね。そうだったら教会に行く意味ないじゃないですか。
死人から蘇られた生けるキリスト、そして私はその教会に所属しているということは、そのキリストと関係が深くなっていくということですね。これが一番大事なことなのに、どうもキリストとの関係っていうことが曖昧、いい加減な中、一応イエス様は信じてますよっていう形でズズズズル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 って来てる、そういう理解、そういう信仰、そういう現実になっていないだろうかということになります。じゃあどうしたらいいのか、簡単なことですよね。キリストに戻ればいい。キリストとの関係を御言葉によって、聖霊によって、また実際の生活によって深めていけばいいだけのことですよね。このことをきちっとしないから信仰の聖書がないわけです。マンネリ、いつも変わらない、時間だけだって信仰生活だけはずっと、だけど自分の内側は全然変わらない、深まっていかないですね。私は横浜に来て2年半です。横浜に来た時の自分と今の自分は違ってると思ってます。なぜか。だって皆さんと一緒にいろんな聖書を学んだわけですよね。その学んだことはどんどん忘れてますよ、私でもね。でもやっぱりそのことでキリストの関係が深まったと思ってます。横浜に赴任した時と今と比べると。全然違ってます。まさに御言葉が開かれ、キリストが3年前と今を比べるならば本当に近くなっている。皆さんもそうでなければならないのであります。これが父なる神と主イエスキリストから、そして恵みと平安もありますが、恵み、ね、そんな私はできない、当たり前ですよね。自分でちょっと工夫して積み上げて、ちょっとね、真面目に信仰生活ちょっと気合い入れ直してできるんだったら、もう簡単な話です。できないのであります。だから神の恵み、恵みっていうのは神様からの賜物、プレゼントですね。それで神の最大のプレゼントは神の子イエス・キリストであります。神様が私たちに与えてくださったこのイエス・キリスト、このイエス・キリストの救いがある。ああ、なんと感謝のことだろう。そして、恵みっていうのは全部神から始まること。自分の創意工夫で始まってないんですね。そして、神から始まるから私たちは信じて受け取ることしかできない。だから、聖書の中で神の恵みっていうことが出てきたときに、それは信じて受け取るってことなんです。アブラハムもそうでしたよね。神の恵みっていうのは私たちは神からスタートしてますから、信じて受け取る。救いもそうだ。そして現実の生活の中に神の恵みがあるっていうのは勘違いしてきませんよね。自分にいいことがあったから、願ったり叶ったかりだから神の恵みじゃないんです。それは世の人だって言うじゃないですか。偶像礼拝者だって願ったり叶ったりだったらね、まあよかったよかったっていうわけでしょ。もちろん自分の願ったり叶ったりもいいんですね。私も感謝してます。でもそのことも神の恵みですから、神様からスタートしている。神様から始まっているということだから、私たちは神の恵みなんですね。そして平安。平安ですね。これも環境的な、感情的なことではありません。悪い環境からいい環境になった。血圧が大変だったけど血圧が改善した。お金がピーピーだったけど少し給料が上がった。それで感謝したらいいですよね。だから平安だ。むしゃくしゃした気持ちがすっきりした。教会の礼拝に行ったらなんかね、厳かでスカッとした気持ちになった。だから神の平安。違うわけですね。もちろん人間だからこういう部分がありますが、平安とは神と和解したことであります。どんな時でも私たちは神の側、神の陣営、神の支配の中に神様は入れてくださっている。私がね、入ったっていうよりも神が神の側に、神の陣営にキリストによって入れてくださっているという事実、これが神の平安
だから自分を一生懸命神様引っ張ってね、味方につけるんじゃない、自分が神様の方に行って入ったということですよね。どうして？キリストによって。これが神の平安。だから人間的には動揺するんですね。あ、私もそうです。もう気が小さいですからびっくりしたり悩んだりします。でもこのことをもう一度確認したときに、ああそうだね、環境的にまた感情的に動揺しても神がね共にいてくださる、神の陣営の中に、神の側にね自分がいるんだっていうことを再確認したときに、まさに平安落ち着いてくるし、知恵も与えられるし、また安心もする。そしてそれは何よりも祈れるということですね。祈る、祈れる、神に祈れるということだと思います。お祈りして終わります。